はい、こんにちは、トグリーです、えー。今日はですね、まあ、いよいよツイッターのアイコンが変わってしまいましたよっていうことで、ちょっと今の気持ちを忘れたくないんで、えー、ちょっとツイッターとの思い出をちょっと無駄に長い記事でまとめてみましたんで、その辺の裏側をこちらでもご紹介しておきたいと思います。いや、でも本当あっさりでしたよね。なんか、アイコンの ロゴの募集をマスクが始めて、ああ、そっか、いよいよかと思ったら、もう即行翌日には全部のアイコンを変えてしまうってうもう本当、まあ、あの人を決めたら早いっすよね。もう即行 Twitter の公式アカウントも X のロゴになり、Twitter って文字なくなっちゃいましたからね。ID は Twitter なんですけど、X って文字になって。Twitter の関連アカウントも、 ツイッタージャパンまだツイッタージャパン。これがね、X ジャパンになるんじゃないかって値段になってますけど、ツイッターサポートとかツイッタースペーシーズはもうツイッターで文字が取られてて、ツイッタークリエイターです,もんですね。多分担当者が気づいたらツイッターで文字を取ってスペーシーズとかサポートっていうツイッターを取っちゃってます。だからもうこれ、X サポートとか X ジャパンとかになる時間の問題なのかなまああの、 日本のアカウントはツイッターマーケティングとかのまんまなんですよね。あ、でも、昨日見たときはジャパンのアカウントのアイコン取りのままだったんですけど、いよいよ変わり始めましたね。多分、全、日本の法人のアカウントってっきり管理者がいないからそのまま放置されるのかなと思ったんですけど、あツイッターファッションとかまだツイッターアイコンのままだな。結構ね、あの、そうだから、放置されてないアカウントはツイッターアカウントのまんまなんだけど、 運用されてるやつはもう次々に X に変えられてますね。まあ、マスクさん本気ですっていう話なんですけど、まあ、あの、マスクさんがツイッターを買収したからアイコンをしぐっと柴犬に変えたりとか、会社のビルのツイッターっていう文字をなんか変な、ツイッターでしたっけ。まあ、その下ネタに変えたりして、いじって笑ってたんで、自社のね、 サービス名とかブランドいじって笑うって、ありえねえなあと思ってたんですけど、まあ、要は彼自身はやっぱりツイッターっていうブランドに何の愛着もなかったっていうのが、まあ、当時にじみ出てて、まあ、彼からすると多分ツイッターブランドっていうのは全経営陣の象徴なんだと思うんですよね。だから、その、い、ま、け、あ、てないものの象徴。多分 <laughs>、いつか変えようと思っていても、まあ、社名も速攻で X に変えてたし、 まあサービス名も変えるのは、当然あのスーパーアプリ X になったらアプリ名が X になるのが規定路線だったので、時間の問題ではあったんですけど、スーパーアプリ X にするための機能開発が準備できたから、今回ロゴを変えたのか、単純にスレッズが今注目を集めてるから、それに対する注目を取り替えるために、ロゴだけ先に変えたのか分かんないですけど、規定路線ですね。 規定路線だって自分でも言い聞かせてて自分でも分かせたつもりなんですけどやっぱね、ロゴが変わるとなんかもう言葉にできない寂しさが押し寄せてきてちょっともうね、すごいもうなんか自分らしくないまあこれをエモいっていうのかななんかちょっとポエムっぽい記事を書いてみたんですけどやっぱね思い出せば出すほど本当僕自身ツイッターに与えてもらったものが多くて当然これからもまだ ツイッターと呼ばれるのか、X と呼ばれるのか分かんないこのサービスを使い続けてはいくんですけど、やっぱね、本当なんかすごい悲しくなっちゃって記事書いたっていうのが正直なところなんですよね。もうなんだかんだ16年ですからね、本当最初ツイッター見たとき、ありがたいことちょっとアリエルネットワークのエンジニアの人がまだ僕の昔書いたブログを無理やり残してくれていて、更新はできないんですけど、記事だけ残ってるんですよね。 ツイッターのレビューした時の記事とか残ってるんですよ。2007年3月なんですけど。当時ね、日本語が入力できなかったんですよね。今からしたら信じられないと思うんですけど、半角スペースを入れないと日本語入れられないっていう、なんか、もう、日本語を想定してないからそういう仕様になってたって話なんですけど、だから最初のこれ英語で書いてんですよね。当然こんなもん日本で始まるとは思ってなかったし、なんで流行ってるのか全く理解できなかったんですけど、まあ、あツイッターとかね、ヘプシンさんが作ってくれたサービスで、 携帯から投稿できるってなんか自由だな。当時はね、マイクロブログとか言われてたんですけど、まあ、僕はやっぱりノートパソコンでブログ書くタイプだったから別にノートパソコンあればいいじゃんと思ってたんだけど、やっぱりその瞬間何をやってるかを共有できるってすげえなっていうのを、本当、モバツイッター使うようになって、理解してどんどんハマってった感じでしたね。2007年ですからね。 日本でツイッターがブームになるのは、それから一周して2009年、10年あたりからなんですけど、まあそこで僕もおすすめユーザーに入れてもらって、まあ、フォロワーが20万とかに増えて、まちょっとね、懐かしいツイッター、メディア向けのツイッター勉強会の資料とか引っ張り出してきちゃいましたけど、ああ、そうそう、こんな画面だったとか思いながら、この頃はね、実は青い鳥じゃないんで、青い鳥と16年付き合ってるっていうのは、ま実は違うんですけど、まあでも感覚的にはなんかそういう感じなんですよね。 ツイッターってさえずりですからね、その、ポリ的なものっていう。懐かしいなと思いながら、ちょっと思い出、記事を書いてみましたけど、まあ、やっぱり今回、ロゴが変わってみて思ったのは、やっぱりツイッターって本当その、まあ、それこそスタートアップ界隈では、でまあ、シリコンバレー界隈では、もうけるの下手くそだとか、そのガバナンスもなんかうまくいってないし、 結局、フェイスブックに負けたじゃんみたいな感じで、こう結構負け組扱いされることが多かったんですけど、でもその分本当にコミュニティと一緒になって育ってきたんですよね。本当、サーバーもよく落ちててましたからね。でもなんかこう、愛される存在で、こうね、ラピュタでバルスでみんなで落とそうとするみたいな、そういう意味のわかんないイベントほどが行るっていうのが、まあツイッターらしい出来事だなと思ってたんですけど、 やっぱりその、ある意味そういう弱さがあるから、こうエンジニアが無償でいろんなサービス開発して、その利便性が上がったりとかっていう。まあ、僕が好きだったのは多分こういうなんかこう、ちょっと足りない、なんて言うんでしょうね、伸びた感っていうんですか、その、僕らがいないとダメなのねっていう感じのサービスだから、やっぱここまで好きになったのかな、みたいな。 でまあ、そういうのをマスクさんはきっと知ってるから原点は維持するんじゃねえかみたいなのをアベマン出たときは言ったんですけど違いましたね。マスクさんは別にツイッターのコミュニティ感が好きなわけではなくてあくまで自分がの発言が大勢聞いてくれる場所がツイッターだったってだけだったって、まあ、特にフェイスブックやめたからそうなってたっていう今回ね、ロゴ、まあ、いつか変わるのは分かってたんですけどなんか本当こんな 何のリスペクトもない感じでざっと変えちゃうんだなっていうのは、なんかちょっと、寂しいっすね。まあでもね、本当あの、まあ、要は、ツイッターが収益性が悪いサービスだったから、結局、見売りせざるを得なくなってイーン、イロんマスクさんに買われたのであるっていう。で、結局、僕もマスクさんが買ったときに、やっぱりこんだけの金文字が買ってくれれば、もうなんかツイッターらしさ全開でこれからやっていけるんじゃないかって。 変な期待をしちゃったんですけど、やっぱり、まあ、資本家が買ったんだから、資本家として運営されていくから、有料化の方向に舵が切られて、まあ、ある意味、非常識だったツイッターっていうのは、これから消えていくのであるっていう。このね、ツイッターっていう言葉自体もなくなるのかどうかっていうのが、多分、次の注目点ですよね。今、僕らはこのサービスのことをツイッターって呼んでますし、そのツイートでありリツイートなんですけど、 それをもう全部彼が X に変えたがるのか、まあ普通に考えたらあくまでスーパーアプリ X になるんで、スーパーアプリ X の中にビデオ機能とか決済機能とかいろいろ入ってくるから、多分ツイッターが機能化してツイッター機能っていうのがその X の中の一要素になるだけで、当然サービスロゴは X になるし、そのアプリの中でのメインのブランドは X になるんですけど、 X の中のツイッター機能としてツイッターとかツイートっていう言葉が残るんじゃないかなと思ってますけど、それすらマスクからすると違うのかもしんねえなっていうのがちょっと今回の変え方見てるとね、ちょっとわかんないですよね。まだ一応サービス名はツイッターになってて、まあ当然ね、ツイッターの公式アカウントもあの プロフィール名は X になってますけど、ID は当然 Twitter のままなんですけど、まあ、ドメインはね、もう X.com が機能してるらしいんで、X.com に転送する気満々で、プロフィールページももう僕らのプロフィールの Twitter.com スラッシュ特利議みたいなのを X.com 特利議にするとちゃんと表示される仕組みになってるんですよね。もう全特会への準備できてますっていう話なんで、Twitter って言葉自体も完全に消えてしまう可能性はあるんで、 まあちょっと思い出記事をちょっとお手紙風にしたためてみました。まあ一方で、これでなんかツイッターはユーザー派が離れるとか、そのブランドを失ってうんぬんみたいな議論もあるんですけど、これはこれでちょっと違う気がしてて、まあ、この辺は堀江さんとか高井さんも書いてましたけど、まあ、堀江さんなんかそのライブドアの買収の時に、ライブドアにブランド変えた時にも似たようなこと言われたけど、今みんなそんなこと覚えてないよねって言ってて、多分その、 昔 X のアプリって Twitter って名前だったんだぜっていう昔話をする時代が来るっていう方がまあ普通な気がしますね。なんだかんだね人間はこのタイムラインを見に来るっていう習慣が残ってる限りは多分アプリを開いてしまうんでそうするとアクティブ率はそんなに変わらずただアイコンが変わっただけっていうパターンになるケースはまあ十分あるだろうなとは思いますね。ただやっぱり ちょっとやっぱりこの青い鳥が象徴するものっていうのが僕が好きな分散型の何かを象徴してたんだなっていうのが今回ちょっと X に変わってしまってなんかねやっぱ分散型の仕組みが完全に資本主義のお金持ちに負けたなっていうちょっと感じを受けてしまったんでまあ別にねそれは別にいいことか悪いことかまた後から見たら良かったねって話は全然あり得るんですけどちょっと寂しくなったんで記事を書いてみました。 一応ね、ブルースカイとか、ノストラとか、分散型の理念、ジャック同士の理念を引き継いでいるサービスはあるんですけど、今のところやっぱり中央集計の方がこのサービス強そうですよね。結局、スレッツがあんだけ一気にユーザー増やせるのとか見てると、まあ、スレッツと X の戦いなのかな。両方、ブランドログがまた黒っていうのはなかなかにややこしい感じになってきましたけど。はい、すいません。あの結論のないような口ですけれども。 はい、えー。他にもこんな話してますよっていうのがありましたら、ぜひコメントやツイートで教えていただけると幸いです。でもありがとうごれでます。